って待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 って、これ永遠に追いかけようかな、これ。ちゃー、やっぱね、マップでやりたいよね。許しちゃうそれ。クールタイムどんぐらいだ。はいな。もう死んでるか二人。ちょっと待って、これはまずいぞ。白だけ。白だけじゃ。ライキさんをウェポンで見つけました。で、ライキさんはリアクターに来てました。今私リアクター。なってるのを放置して、アドミンを見たんです、うん、そしたら、はい、ウェポンとナビゲーションに11だったんですよ。どっちか死んでんじゃないかなと思って、死体見つけられたらいいなって思って行ったら、ウェポンにライキさんが転がってましたって感じですね。でも僕ウェポン通った時見えなかったけど、どの辺ですか。上かな、多分今パッとリポート出たのだと多分上です。ただ先端さんってどのタイミングでウェポンから離れました。なったタイミング、なったタイミング、あ、その後に、その後なのかな、ゾニキさんが右から来たんですよね。ゾニキさんはどこから来たんですか。カフェテリアで連れてあったと思ったんですけど、そうですね、私先端さんと一緒に、カフェテリアの方行って、うん、秋川さんと一緒にすれ違ってはいるんで、そう、うん、だから私は、秋風さんがなぜ、先端さん見て、私、なんだろう、先端さんと私一緒に行動してたのに、一緒だったね。私、先端さん見えなかったんだよな。いました、私とすれ違いました、先端さん。いや、すれ違ってないと思う。ないですよね。なんかゾニキさんがカフェテリアをなんか下回りってきたんですよね、多分。だから左下のあたりで多分すれ違ったんです。ゾニキさんだけ見てるっていうのがちょっとおかしいな。いや、一緒にいましたよね、先端さんと、うん、一緒に向かったリアクターに。だからその後多分だってリアクター方向で一緒にいた方が多分わかると思う。誰だったっけ。はい、二人一緒にいました、ね、あ、ですよね、もう完全に同タイミングで行きましたよ。じゃあ単純な見逃しかな。見逃しです。そうなると秋風さんだけになっちゃう俺視点。うん、同じくで、うん、ね、そう、セルフリポートの位置するんだけど、セルフリポートの可能性がちょっと見えてきちゃいました。そうなんで、秋風さんだけじゃないと思うので、秋風さんには入れません。スキップします。もう一回話し合いましょう。スキップ。てかバレなかったんだ。2キル目、すごくない？ありがとう。はい。意識話し合うと言ったんで、なんかみんな離れてっちゃったんで、とりあえず押そうと思って。いえいえ、どうぞどうぞ。でも本当にセンターさん見た記憶がないんだよな、私。センターさんはウェポンからカフェテリアをまっすぐ通りました。まっすぐってどういう風にみんなに分かるように欲しい。円卓をよ、あの、避けるように行ったかな。どう。下に避けるように、ちょっと膨らむ感じかな。うん、なるほど。快速経路だと思う。うん、先端さんってゾニキさんよりに、ゾニキさんより前にいました。若干前ぐらいだった。ほんのちょっと前ぐらいだね。ほぼほぼ、でももうマジで重なってるぐらいだと思う。そうですね、ほぼほぼ重なってるぐらいだったと思います。ライキさんとバンさんどっちに最初に行ったかわかる。ライキさん右です、ね。バンさんは多分所定したいってエレクトリカ入ってます。自分左回りでエレクトリカ入ってる時にすれ違ってます。ちょっと寄り道出してるかもしれないです。はあ。でもバンさんリアクターが鳴ってたって言ってませんでした。リアクターが鳴って自分が先にエレクトリカ抜けて、その後リアクター入ってきて、自分はリアクターは誰で直したかな。
寺蔵さんかな。寺蔵。寺蔵。僕が一番最初にザチキンさんに会ってます。はい。梅木さんは同じようなタイミングでロワエンジン側から来ました。はい。ソニックセンターが遅れてるので、やっぱりちょっと怪しいような気はする。どういうこと？その後多分リアクターは真っ先に抜けたのを、センターさんゾニキさんそのまま下に来たんでもう一人いたと思うんですよ。多分4人そのままロワーの方抜けてったんで、ユメイキさん、テラゾーさんが違ければゾニキさん、センターさんが怪しいです。最怪しい位置です。テラゾーはそのままリアクターのボタンポチポチやってます。同じくユメイキも記憶ボタンやってました。いたよね、いたよね、いました、いました、いました。誰かがいたっていうのは多分テラゾーさんだなっていうのは分かりました。確か4人抜けたはずなんで、先端で。それ、ジョバンさんといなかったの？その3人はどうだったの？僕さ、ロアのさ、左下に行ったのよ、あの後。その話、必要じゃね？裏側は意識高めで行こう。本当もう、お願いします。戦力で行こう。うん。いいな、ありがとうございます。めっちゃ怖で3人の話聞きたいんだけど、ザチキンはリアクターになった後リアクターと何もなかったんでそのままロアの方にまた抜けていきました。その、センターさんゾニキさんが上からやってきて、誰かもう一人リアクターが即抜けして一緒についてきました。4人いたと思います。自分はそのままエレクトリカル入るの怖かったんでストレージ抜けて急になってる途中でなりました。3人の行動はちょっとあんまり追い切れてないです。あれそリアクターの時にバンさんいましたっけ？一応確認なんですけど、ちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけど、ザチキンテラゾーで入ってって、その後に、バンさんとユメイキさんがほぼ同時に入ってきたのかな、ね、多分そうそうそう、追いかけてバンさんの、着いた順としてはバンさんの方がちょっと先に着いて、俺がその後最後に着いて。ソニキさん線どうなの？バンさんいた？バンさん具体的に覚えてないです、正直。複数人エレクトリカルにいた覚えはあるんですけど、バンさんがいたかってところまで把握してないですか。バンさん、ああでもわかんないのか。ゾニキさん視点、ザツキンさん怪しくなんないのかなと思ったんだ。リアクターに残ってなかったら、センターンさん、ゾニキさん、十分怪しいと思います。リアクターに残ったら自分の見間違いかもしれないですけど、残ってなかったら。じゃあどこまでどこからどこまで一緒にいたの？カフェテリア右辺ぐらいから合流してたと思うんですけど、センターンさんどこぐらいでしたか？僕、ロアエンジン左下行ったの見えませんでした、お二人。あ、その前の話ですよね、テラゾーさんがされてるの。そうなの？いや、今、テラゾーさんの質問が。どこから来たかってことですよ。どこから来たかですよね。カフェテリア右辺ぐらいで、センターさんと同じじゃなかったっすか。何が？リアクター行った方向？左に抜けてる場合、多分エレクトリカルに2人ぐらい入ってたんで、ゾニキさんが怪しいと思います。あ、そこのタイミングってこと？てか、それでさ、見てないの？ゾニ、ザスキンさん、僕左下行ったの。それで2人まとめて怪しいっていうの、なんかすげえ雑だなと思うんだけど、便乗したんじゃないですか？追い切れてなかったんで、追い切れてなかったんで、どっちがどこにいたか、誰がどこにいたか全然見てなかったです。エレクトリカル2人ぐらい入ってたなとは思ってます。どうします？スキップですか？わからない。わからん。なんで俺に入れちゃったんだ、俺。アホか。それはアホですね。全員一票ずつめちゃくちゃ変なことしちゃった。ゆめきさんまだ残ってる、残ってます。おさらいのバグ今回で決めざるを得ない。そうですね、今回で必ず誰か。まずテラゾーの確認します。カフェテリア上で、ダウンロードしてる間秋風さんとずっと一緒にいました。最後まで秋風さんと一緒にいて、その後ビーってなったんでリアクターに向かってます。その前に夢行さんが下に行くのを確認していて、秋風さんはその後ウェポンに行ったってたっけ、アドミンに行ったってたっけ。アドミンってウェポン、アドミンじゃない、アドミンだよね。でアッパーエッジに俺が向かって、リアクターの前の十字路でザチケンさんと合流した時に夢行さんも下から来たんで、あ、時間的にぴったりだな、夢行さんは寄り道してないな、好感度高いなって思った。で、リアクターで作業を、
リアクター止めて、ナンバーポチポチやってる時、夢駅さんも覚え芸をやってた。なんで夢駅さんは無理だと思う。寺沢夢駅今めっちゃ頑張ってボタン押してるんで、だいぶ白いとは思ってます。てかその2人の話いらなくない？うん、いらない。それは言ったから。で、でじゃあリアクター殺人の疑いがザチキンさん、センタンさん、ゾニキさんなの？今って。で、ウェポン殺害の疑いがゾニキ私なの？かな。で私だけか。私だけか、それはちょっと困るな。それは殺してないから本当に。秋風さんも見えないんですけどね。え、秋風さんの発言で最初の殺害が秋風って確定する？先端ゾニキの視点だと。私今は秋風さんの発言でおかしいと思ったのが、アドミってウェポンの方行ったっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、なんか秋風さんとすれ違ったのって割とカフェテリアの左の方だったと思うんで、ちょっと証言と食い違ってる気がするっていう。カフェテリア、カフェテリア右上で最初寺蔵さんと一緒にやって、でリアクターが鳴ったので、上回り、本当にギリギリ上回りです。あのもう円卓とかも触ってないです。上回りで、左側に寄って、で下、そこであのもうリアクター行ってるしっていうので、でこのタイミングだと2人殺される、同時キルが起きると6人番目になってしまうので、とりあえずアドミンで確認しようと思いました。でリアクターだと左側なので、おそらく右側のナビゲーション自由投票にあると思ってました。ソニキさんか、いや頼む頼む、ただもう一人ついたいけどボタンあんだっけ。私寺蔵夢駅はないです。利用しました、ありがとうございます。ありがてえ。どう思う？多分何とも言えないんだよな。結局、はい、わかんないんだよね。だから僕がそのゾニキさんと一緒に行ったのに、秋風さんがゾニキさんだけ見たっていうのがシンプルにわかんない。でもゾニキさんなのかもしれない。でも僕視点は。うん？カフェテリア左下、リアクターが最初鳴った直後です。左下にどっちから誰がどっちに向かって、誰がどっちに向かったの？私が左上からゾニキさんが、下方向からかな、右下方向からです、ね、右か下かはちょっと、右側から来たか下から来たかはちょっと判別つかなかったです。カフェテリアの左下なんで。左下の机のどっち側？机の下です、左下です、下です、本当に下、左下。じゃあウェポンから来てないじゃん、そんな通路通るわけないじゃん。うん、一緒に重なってたよ。でも本当センターさん見た記憶がないです、マジで。ピンクしか見た記憶がない。じゃあ先端はどこであって、そこの通路取ったって。僕、うん、僕はどうだったかな、ゾニキさんと O2 とウェポの間ぐらいかな、から一緒になって、その瞬間になって一緒に行った。でほぼ重なってたと思う。なんで左下の机の左下を通ったの？通ってない通ってない、だから通ってないのよ。そこ私の違う、どっちの話？ああ僕も通ってるはずでしょって話でしょ。そうです、ゾニキさんとはそこですね。通ってない通ってない、もうそもそもはそれが違うのよ。最速で向かったもんだって、リアクターなって、うん、あそこ食い違ってるのがよく分かんないのと、ザチキンさんがなんかその2人をつなげる理由もよく分かんないと思ったんだよね。私してはね、ロアエンジンの左下に行ったのに、だから僕の候補としてはドニキさんとザチキンさんお互いがお互い疑い合うって構図が分かりやすいんだけど、可能性を考えるのか、そうじゃない、今ので連れてると思ってもらえるんだったら。センターさん、センターさんと秋風さんの口調が食い違ってる時点でおかしいですよ。あのさ、センターがさ、ウェポンの上にある死体を見損ねたっていう可能性があるんじゃない？単純に任せとこ、まあ、見ましたけどね、やっちゃってんなこれと思って見ましたけどね。
どうだもんな、つないよな。もう押せないのか、みんな押すか、押されたら沈んだよな。はい、okay、死んでなかった。はい、死んでない、ね、ミキさんで釣れてます、この状況は、はい、うん、釣れてるはずってことは、秋川さんの証言正しかったってこと？多分。なんだろう。センターさんが、センターさんの証言が正しくて、秋川さんの証言が間違ってるんじゃないですか？ドニキさんで連れてるんだったら。センターさんがずっと一緒にいたってなら、秋川さん、秋川さんの証言は間違ってますよね。のはず。センターさんとは食い違ってますね。センターとゾニキはどっちがどっちから来て、どっちがどっちから来て合流した？私は O2 に行って、トニックさんはウェポン側だと思う。ウェポン側から来て、その時点でリアクターが鳴ったんで一緒に行動した。うん。じゃあ、ゾニキさんがウェポンの上側で殺害を犯してて、え、僕が見逃した。行かなかったってことはあり得る。ああ、そういうのは通るか。秋風さんは死体を見つけた場所は正確には分かんないって言ったけど、上の可能性が高いって言ってたよね。多分上ですね。ど真ん中にはなかったんです、あの椅子の周りにはなかったんで、ただリポート出てたんで、あ、これは上だなと思って、多分。じゃあ死体気づかなかった説が濃厚じゃない？うん、確かにはあります、全然。ただソニキさん殺害の場合、その後のバンドツさん殺害が証明しますからね。ので残ってて、ゾニキさんはバンドレッツさんを倒してってな、殺して、アヒカルさんがウェポン、あるいは別の場所で殺してる可能性も全然ありると思ってます。うん。そっか、やべ、ま、ただもう1、もう一郎になってることは確実だから、このまま行く。ただ言っとくけど、夢生きてらぞはリアクターに残ってる時点でバンドレットさん殺せないから、うん、ここにその2人は死ぬと思って、あそこの話はいらないよね。ただ誰ももうボタン押せないんですよ。押せないから、死体見つけるのちょっと意識高めないと、ちょっときついです、ね、各プレイヤーちょっと見とかないと思われて、うん、覚えとかないと負けちゃう。ちゃんとスキップに入れないと殺されるよ。寺蔵さん、ありがとうございます。頑張ろう。これさあ、夢行きさんと寺蔵さんを確実に殺さなきゃいけないよね。二人が行動されたら一番きついな。しかも見つかんない位置でやんなきゃいけないでしょ。でもタスクが終わってるから慎重にっていうよね、これね。いやーもうサボタージュ次第だな。いや、どっちみちもう無理なのか。いや一応あるか。これ無理だな。チキンさん。どのタイミングで行くべきか。キサン左。待って。これ永遠に追いかけようかな、これ。分断してくれ。
またサボタン次第だ。負けたー。しゃあ。よっしゃ。ナイス。センターさんがどっちか。いやー。いやナイス逃げ切りです。めっちゃ面白かった。ベントから出た瞬間寺蔵さんがエレクトリカルでいて見られてでも。ナッキンさん逃げないで。ああそこか。ナッキンさんと一緒に行動したかったんだよ。センターから逃げてたってなんでナッキンさんどっか行ったの。えでもあれエレクトリカル入ったら寺蔵さんが先にいなくなってたんであ警戒されたんだなと思って。停電したんですよ。あれナイス停電でしたね。うん、ありがとうございます。いやちょうどタイミング幽霊で見ててメドベイで、ここで停電すればキル取りやすいかなと思って。いやナイスすぎー。あれ先頭で最後に殺しましたこれ。殺しましたよ。俺殺された部分何もなかったんで、あれなんか終わっちゃったっていう感じだったんでびっくりした。最後のキルは出ないですね。エフェクトが。あの状況は絶対死体探さなきゃいけないから。うんタスクやってる場合じゃないくて、アドミンを見て死体が落ちてる場所に行く、それを心がけないと負けです。だから私はさんがメドベイ行ったんですけど、私がメドベイ封鎖して死体発見させないようにした。そうなんですよ。メドベイ絶対1だからいるなって思って、カフェテリアにメドベイ1だからこれ絶対メドベイでやってるって思ったら、カフェテリアでメイキさんと会ったのにメイキさん右に一人で行っちゃうから、いやメドベイあくまで一緒に待ってと思って。あ閉めてくれてたんだ。ナイス。私がメドベイ3だったんですけど。あ、そうですね。メドベさん、ありました、ありました。それが寺蔵さんと。だから人をなんか人2人で残してった状況はダメなんですよ。ごめんなさい、僕がそれで、そう、夢行さんはもう寺蔵さん以外、なんだろう、もう人を1人で残してはいけない。いや、ごめんなさい、メドベ3人今いたから、まあ、全員成功してんだろうなっていう状況がちょっとあって、その流れでちょっと、ないです。この人と、あと停電をちょっと直す流れで。もう私だから1個タスクやるアドミン見に行く夢行さんと会うの繰り返ししてたマジで。センタンさんだって分かった瞬間殺されましたもん。ストレージ給油長えなこいつって思って。いやもうあれクールタイム待ちですよあれは。長えなこいつってやべえこれ言ってる場合じゃねえなと思って行ったら死にました。いやーこれ全然分かんなかったな。なんでタスクさん逃げたのメッドベイで俺から。メッドベイは逃げただ入ってるの確認して生きてるなって確認して逃げてはないです。メッドベイなかったんで元々僕とメッドベイで合流しましたよね。寺澤さんいるのを見ました。その後停電してセンターさんが入っていくのを見ましただよね。 あれもうあれ、ね、逃げてたね寺澤さんずっとそうエレクトリカルからずっとメッドベイまでそうなん待て待てって言いながらセンターの名前見えたセンターだけーって言って誰か一緒にいてー